16歳の春、私宛に一通の手紙が届いた。高校2年生の私、元気ですか？私は10年後の未来から手紙を書いています。僕が夢を忘れそうな時、君の涙で思い出す。何のために歩いてきたのか、何度でも教えてくれる。土手に敷かれた二度目の春を。ナルセ・カケルです。君といつか。まずは自己紹介だな。浦坂あずさん。あずって呼んで。知能高子。よろしく。萩田作。高宮奈穂。で、俺すはヒロト。時々切ない瞳で。言うなよ。まだ見ぬ君を切り落とさないで、今を笑って振り返る。君を守りたい。未来と過去、行けるならどっち行きたい？かけるは？過去、後悔を消したい。そうな母さんに俺の何が分かんだよ。この肩に持たれてくれたら抱えていた。俺が母さんのことちゃんと見てあげれてたら。大切に運ぶから。僕の明日にはいつでも。10年後の今、かけるはこの世にいません。どんな迷いも大切な人を救ってください。このまま好きでいれるのなら、想いは届け。もう話してもいいかな、かける。届けもしない。心深くに身を知る雨。こんなにか細く折れそうな枝の先にも君の未来が生まれ。まだ見ぬ君を切り落とさないで、今を笑って振り返る。君を守りたい。心深くに身を知る雨。抱きしめ